埼玉市立漫画会館は埼玉県埼玉市北区本栽町にある美術館である。日本の近代漫画の先駆者、日本初の職業漫画家とされる漫画家、北沢楽天の晩年の居宅後に1 9 6 6年11月に開館した。公立美術館として日本初となる漫画を主な収蔵品とする漫画アニメミュージアムとして知られる。入館は無料。 北沢楽天は1876年、大宮塾の旧家の4、男として生まれた。楽天は、福沢諭吉に見出されて、時事新報の風刺漫画や、東京パックのカラー漫画などを手掛け、日本の近代漫画の祖と言われた。1948年、72歳の時に、東京から、不祖の地である大宮市に転居することになり、大宮盆栽村のこの地に自宅を構え、 楽天居と名付けて晩年を過ごす。1955年79歳でこの世を去ると、大宮市は楽天を名誉市民に推挙して、大宮市名誉市民の第一号とした。楽天には子供が授からず、養子を迎えることもしなかったため、著作権の産逸を売れいた夫人の井野は、1959年に作品と、その著作権、愛用の品、楽天居の敷地を、 大宮市に寄贈。1966年9月29日、楽天屋戸に大宮市立漫画会館として、落成、同年11月に開館した。2001年5月、合併による埼玉市の設置により現在の名称となる。楽天の晩年の居宅である楽天居の画室が移築され、常設展示室では楽天の作品が展示されている。 企画展示室では、収蔵品展、他の漫画家の企画展、埼玉市主催の公募漫画展、北沢楽天漫画大賞の作品展などが開催される。2階の漫画資料室では土曜、日曜、祝日と夏休み期間中に蔵書を公開している。ありがとうございます。